ローダウンの必須パーツ、車庫長ガイドパート2では、ストリートから競技までユーザーの多いテインが登場。このアルベル用の足にも競技直系のノウハウが込められているという。コンペティションの技をストリートに生かした車庫長、一体どんな足になっているのか、その実力をチェックしてみよう。テインフレックス A 発進。フレックス A、まあ、今回そのミニバン、あのベルファイア用ということもありまして、まずはその快適な乗り心地を重視して、開発を行っております。まずそのかっこいい車高を、まず実現すると、その上での乗り心地を良くするという方向でセットアップを行っております。まあ、今回のフレックス A ならではの、装備としてまして、ハイドロバンプストッパーというものを搭載しております。で、こちらはですね、もともとはその海外ラリーで、大きなジャンプをした後にですね、着地をスムーズに跳ねなく着地できるようにということで開発した装備なんですが、ミニバンで、例えばそのフル乗車をしてですね、フル積載、非常に沈んだ状態でも、従来のバンプラバーのようにですね、ギャップで跳ねたりせずにですね、スムーズにギャップをいなして、ショックを吸収する、快適な乗り心地が実現できていると思います。テインにお邪魔しました。フレックス A という商品は、乗り心地に特化したダンパーと聞いていますので、一般道、ワインディング、高速道路、あとは、ミニバンですから後ろにも人を乗せていろいろ試乗していきたいと思います。あとこのダンパーにはですね、オプションなんですが、アクティブサスペンションのような働きをする機能もついてます。室内からですね、ダンパーの調整を変えれるというものと、あとは走りに応じて車速とか G とかそういうのにを感知してですね、車が自動的にですね、ダンパー4輪それぞれのダンパーの調整をしてくれるという、サーキット走るのにはそういうのはありかなと思ったんですけど、じゃあミニバンについたらどうなのよっていうのも、ちょっと気になるところではあるので、ではテインの車庫長キットの、ベルファイアですね、プレッションをいってみたいと思います。乗り味は本当にね、こんなにマイルドでいいのかなっていうぐらい。まずダンパー単体の評価をしたいので、今これアクティブになってるんですが、固定にします。数値を一番柔らかい設定ですね。かなりマイルドな味付けですね。この車も20インチの40扁平のタイヤを履いているのでですね、乗り心地面ではかなりノーマルと比べて不利にはなるはずなんですが、これはもうノーマルの足よりももしかしたら乗り心地はいいんじゃないかなって思えるぐらい、突き上げ感もなくですね、乗り心地はかなりスムーズ。こう柔らかくしていくとどうしてもこうダンピングが出て、こう戻る時にポヨンポヨンポヨンとね、昔のアメ車じゃないんですけど、こう柔らかくすると羽が止まんないようなことが起こるんですが、そういうことがないですね、この車は。段差を乗り越える時ね、こうギャップを越える時はこう綺麗に乗り越えてくれて、その後ポヨポヨ跳ねない。その乗り心地に気を使って、そこら辺を特化して、仕上げてある仕様なのかなと。ただそれでもね、この車45ミリ、車高を下げている状態です。だからローダウンにしてるので、バンプストロークって言ってこうショックを吸収するときにですね、吸収する量がどんどん少なくなっていっちゃうんですよね、そこの車高を下げることによって縮まるところがなくなっていっちゃうので、車のどっかが壊れちゃうことになるので、それをバンプラバーというもので制御しているのが一般的なんですが、このダンパーはですね、ちょっとそこは特殊なものを使ってまして、バンプラバーというのはゴムブッシュに近いものですね、硬いゴムをイメージしてもらえるといいんですけど、そこに最後当たってギュッて止まる。でそこに当たるんで、車は保護されるんですが、急激に乗り心地がやっぱり悪くなっちゃう。そこを油圧で制御しようというものがついてます。それがハイドロバンプストッパー。ショックが縮んでスイッチが入るとオイル流量が制限され、抵抗が一気に増えてバルブの底付けを防ぐ構造となっているのだ。ラリカなんかはこう油圧で
ギュッて最後止めるっていうような機能があるんですけど、このなんとその機能がですねこのダンパーにもついてます。ラリーで使うような、ダンパーの制御をこのミニバンに必要なのかと思う方もいらっしゃると思うんですが、やっぱりどうしても、ミニバンで車高を下げるとバンプのストローク自体を取れなくなってしまうんで、最後突き上げるところですね、ギュッて縮まって突き上げるところの制御っていうのを最終的にやっぱり車高を下げていくとバンプラバーによってこう、ストロークをコントロールされてしまうんですよね。ゴムの塊が当たってる感じなので、バンバン跳ねるんですが、それをそうならないようにそこを油圧でギュッとこうコントロールしてる。一般道でもこうスピードバンプみたいなところを乗り越える時なんかはそういう領域まで達してしまうんで、そうなった時にその、油圧の制御が有効になると。さてこちらはケインで行っているテストの一つで油圧過信機というもの。実際の走行状態を模した動きで減衰特性などを調べるのだ。高速道路、乗ってるんです。乗るんですけど、路面からの、突き上げ感、こと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 突き上げるところの突き上げ感もすごくこうよく消えてますし、とても20インチのホイールが入ってる20インチタイヤだとは思えない乗り心地ですね。室内からその減衰の硬さを変えるんで、まあ、せっかくそういう機能がついてるんでちょっと変えてみましょう。あ、これ瞬時に硬くなりますね。このシステムはタイムラグがほとんどないです。押した瞬間減衰がピッと変わりましたね。しっかり感がかなり出ます。このぐらい硬くしていくと今みたいな小さいギャップも、コンコンっていうギャップですね、そういうところも、逆にまあ今は開いますね。硬くしてあるので、その代わりロール感とかこうふわふわした感じっていうのがグッと抑えられる。好みに応じて、変えれるし、畳めの、仕様が好きなんでこうふにゃふにゃしたのが嫌なので、普段自分が乗るときはちょっとこういう硬めの仕様にしてでですね、走って、家族を乗せるときとか、ね、後ろに人が乗る、お客さんが後ろに乗るステーションになったときに、ちょっと硬いねって思われるのが嫌な場合はピピってやれば、瞬時に柔らかくなってくれるので、わざわざ降りてダイヤル回す必要はない と、アクティブモードみたいなのがあるので、速と G に反応して減衰が自分で変わってくれると、今これ車速に合わせてスピードが落ちると減衰が柔らかくなって、スピードが上がると自然に硬くなります。高速道路なんかでも今みたいにこうちょっとこう振られて打ってタイヤを縮めてやると、その荷重がかかった方向、振られた方向の減衰を瞬時に上げてくれる。で今ね、減速でブレーキングをしたらフロントだけが硬くなりました。だからそういう制御もしてくれるんですね。だから4輪独立してバラバラの制御をきめ細かくやってくれます。素晴らしい機能ですね。本当これアクティブサスですね。今1名乗車でですねインプレッションをしてきました。でこの後、フル、まあ、4人乗って出かけるんですが、まあ、この車、このダンパーの売りの一つですね、ハイドロバンプストッパーですね。そこが進化が発揮されるのは、まあ、車高がすごい落ちてる状態、あとは、乗車定員が多くてね、重くなって車が沈み込んだ状態で進化を発揮するそうなので、それが一体どう違うのかちょっと、いっぱい乗けて走ってみたいと思います。お願いします。ミニバンはその乗車人数でかなり、そうですね、美味しいところが変わりますので、これだけ乗ったらもう200キロ違うもんね。そうですね。これやっぱ開発の時はこのセンターシートとか後ろの座席にもちゃんと座って、はい、開発やったんですね。そうですね、フル乗車を想定して当然ね、そんだけ人が乗って荷物が乗ってないことはないと思うんで。そうなんですよ ね、ゴルフバッグやらないやら、はい、大体乗ってることが多いんで、そこまで想定してやってます。なるとやっぱり車高側は下がるんで、バンプタッチっていうか、ね、バンプ側のストロークは結構厳しくなるじゃないですか。そうですね。でそこで威力を発揮するのが、はい、この、ね、ハイドロバンプストロー。そうですね、はい、でも今これバンプ乗り越えてますけど全然バンプタッチしてる感じがないですね、これね。そ
これでも一応バンドタッチはしてるんですか。じゃあ多分まだしてるとこまではいかないと思うんですよ、ね、おそらく、ちょっとまあ際どいとこですね。当たるか当たんないかぐらい、はい。まあ、かなり乗り心地の方に振った仕様に今なってると思うんですけど、 その手の仕様のやつって車高を下げるとこう収まりがすごい悪い車が多い、多いんですよ。すごい消えてて、この一番柔らかい状態でこうパンパン跳ねないし、ここの味付けっていうのが結構絶妙だなと。やっぱり 45mm って結構下がってると思うんですけど、それぐらい下げるとやっぱり、バンプストロークですね、タイヤが押し上げられた時にもう縮まる領域があんまりなくなってくるんですよ、車高を下げると。そうすると突き上げ感が出て乗り心地が、まあ、通常だとすごく悪くなっていくんですけど、まあ、ちょっと前だともうそこはもう我慢してくださいよ、車高下げてるんですからって話になるんですが、ね、これぐらい下がっててもですね、バンプタッチするところの領域の乗り心地なんかもかなり、よく仕上がってます。今までの常識から考えると格段に、そこは上がってるなと思います。この車高で乗り心地を今キープできてるっていうのは素晴らしいことだと思いました。あとはこれからね、買った後もいろいろ楽しめるという部分がこのダンパーにはあるんじゃないかなと思います。10